今年のフジロックの、あの見どころというか楽しみにしている見どころ、夜のレッドマーキーとか、夜メインなんで、オールナイトフジとか。昼間は今年のフジロックは雨が降らないっていうか、ここもう 5、6年絶対雨が降ってたし、ここは久しぶりにもう長靴いらずを僕は期待して長靴不要論を唱えてます今年の意気込みを、とりあえずテントの場所をいいところを確保したいと思います。寝ないぞ、ね、寝ないぞ今年のフジロックの見どころというか期待していることは、僕はマイブラを見に行きました。マイブラです。あ、一緒ですね。マイブラです。音楽は一緒と結構本当はバラバラみたいな。ここはジェイソン・ブラン。今年のフジロックの期待してるということというか楽しみにしてること。あ、来た。僕ですね、30超えて初めて今年フジロックに参加するんですけど、あの何が楽しみかっていうと、とりあえず酔っ払って迷子になるのが一番楽しみにしてるんで、皆さんも酔っ払って迷子になってる僕を見かけた時には優しく蹴っ飛ばしてください。以上です。今年はザ・ミュージックを、はい、楽しみにしてきました。すげえ一言だ。日焼けを楽しみにしてきました。テントは初なので、だから酒だ、お酒、生きて帰りたいです。今年はトラビスとマイブラです。